TBS ラジオ玉結び玉結び午後1時になりました。いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、 TBS アナウンサー宇賀神めぐです。火曜パートナー南海キャンディーズ山里亮太でございます。よろしくお願いいたします。お願いされましょう。はい、はい、今週1週間は赤江珠緒さんが夏休みのため代理を務めさせていただきます。あら、昨日は篠原里奈アナウンサーが務めましたね。そうですね、はい、ね、篠原さんはね、私東大王とかでよくね、回答者として、ね、ご一緒しますけども、はい、宇賀神さんとはね、はい、あんまりご一緒することはないですもんね。そうですね、衝撃神映像でご一緒することはありますけどね、はいはい、そうですよね、はい、ですからなんかちょっと新鮮な感じでね、どんな方なのかなと思ったら、はい、もうジェーン・スーさんとの絡みでねいきなり何もう初対面で出会った人に第一声で好きなものがエアロスミスですって言うっていう、はいはい、となんか多趣味なんだよね、その音楽にしても。そうですね、あの中学生からエレキギターを始めまして、エアロスミス大好きで洋楽弾きたくて始めて、で憧れの人物を入社試験の時尋ねられた際は、うん、スティーブン・タイラーですとお答えしました。あ、そう、はい、それはなんかちょっとなんかハートわしづかむ方がいいよね、なんかそうですか。スティーブン・タイラーのどういったとこが好きなの。いや、聞きますか。めちゃくちゃ照れてるじゃない。ちょっと小一時間話しますけどいいですか。あ、じゃあ迷惑かもしんないやめときますか、あのハスキーな声が特に好きです。セクシーだよね。セクシーです。俺も一回会ったことあるけど。あ、そうですか。あ、なるほど。タイラーさんね。はい、うん、好きだってタイラーさん。タイラーさん、うん、はい、なんかあの朝の小番組で俺の友達がやってるね、あの天の声ってコーナーの前にそうですよ、ね、タイラーさん出てて、はい、うん、なんか帰り道で会って、うん、お疲れさんしたみたいな、お疲れやめちゃうみたいな、え、そんな親しい感じでした、うん、そうそう、紹介してくださいタイラーさんに。いやでもごめんなさい、連絡先交換してないからね、その時に。あ、そっか。いや、いい人だって、サービス精神旺盛で。スティーブン・タイラーさん、うん、73歳です。73歳、本当にお元気ですよね。ちょっと俺のせいで宇賀神さんまでタイラーさんになったちょっと今引っ張られましたよ ね、 ねスティーブン・タイラーさんになっちゃった。音楽はそういうロックが好きで。ロックが好きです、はい、ね、何やってて一番楽しいんですか宇賀神さんで。うーん、音楽を聴いている時と、うん、ゲームをしている時が楽しいです。もう直前までね、ずっとなんか、うん、エーペックスってね、はい、あのサバイバルゲームっていうんですか、うん、こういうの FPS のゲームの話、FPS の話もずっとされてましたけど、はい、それはどれぐらいのレベルなんですか。シルバーですね。あ、ね、聞いてる方々ね、あの何をもってシルバーなのか分かりません。ランクがあるんですよね。はい、そうなんです。こうね、戦って相手に与えるダメージだったりとか、はい、チャンピオン取ったポイントが累積されてって、はい、こうブロンズからシルバーに上がりってどんどんなっていく、ゴールドってなっていくんですが、下から2番目なので大したことないですね。まあでもね、でもそのプラチナっていうところを目指して頑張ってるんだ、はい、そうなんです。 TBS はね、ゲームやる方結構多いですよね。そうですね、アフターシックスのうないりさアナウンサーもゲーム大好きなので実況とかされてるから。そうなんです、ゲームの話よくしますよ。あ、そうなんだ、はい、なんかもうなんかちょっとそういうのとか縁遠い、なんかこう、うん、もっとなんかね、ガーデニングが好きですみたいな感じの人かなと思ったら、あ、ちょっと待ってください、ガーデニング好きなんですけど、私先週の放送聞いてて、はい、あのモンステラの発音なんですか。え、そんなことあった。なんかモンステラとかモンステラとかおっしゃってませんでした。赤井さん、いや赤井さんも山里さんも基本的にはさ、こんな宇賀神さんだから言うけど、はいはい、うちの赤井さんやっぱりその厳しいから、赤井さんがこうだと思ったものに俺たちも強引に従わなきゃいけない。赤井さんがモンステラって言ったら、はい、俺はあれでしょ宇賀神さん、これ正確には、はい、言ってみて、モンステラ でしょ。なんだ、俺もモンステラって分かってたのよ、うん、でもうちの大将がモンステラって言ったら、そりゃモンステラって言わないとうちらは、まあ、言うか殴られるんだよ赤井さんに。そんな力関係があるんですか。そうなんだ、からそのやっぱ、うん、あの明石のタコで引っ叩かれるから、明石のタコだからちょっとあのこれはそれはね申し訳ない、はい、で今そのモンステラの葉っぱが来ましたね。今持ってきました。そうです、ね、うん、はい、これ雨全然防げない、ね、雨全然ちょっと雨漏りしそうなね、トトロの手のひら広げたみたいな形の葉っぱなんですけど、うん、これ里芋かなんで、うん、里芋みたいな葉っぱなんですよ。へえ、里芋と違うんだ、はい、里芋かなので里芋みたいに育っていきます。実ができるわけではないんですけど。実はできないんだ、はい、なんでそんなの詳しいんですか。あの観葉植物も好きで、祖母の影響でお花とか勉強するようになりました。はー、ぽいぽいぽいですか。うん、祖母の影響を受けて何かやってるキャラだもんね。そんなキャラに見えます。うん、
へえ、あ、そうなんだ。そうなんです。へえ、じゃあもうガーデニングも趣味、はい、で音楽とかもさ、いろいろ知ってるわけでしょ、はい、なんかそういうのさ、語る場所、たくさん語れる場所ってさ、うん、やっぱラジオじゃないですか。はい。宇賀神さんもラジオとかやってるんですか。あ、今日曜、毎週日曜のお昼の12時半から、うん、ハライチ祝いダイナミックなターンという番組やらせていただいてます。うん、まあダイナミックなターンってさ、するところ、FPS も植物もスティーブン・タイラーの話もできなそうですよね。はい、ボートレースの番組です。そっか。はい。じゃあもう自分の趣味を永遠と語るようなことってのは結構憧れるんじゃないの。憧れます。なので今すごく幸せです。語りなさいよ今日俺の声なんざもう毎週火曜日聞きにも飽きちゃってるから。いや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 、今日だって山里さんと久しぶりにお話できることも楽しみに来たので。俺も聞きたいことはあるんだよ、はい、でもその前にさ、なんて言ったら宇賀神さんの人となりが分かる上では宇賀神さんの好きなもの、はい、これ好きなんです。でそのジャンルにおいては皆さんこれよかったら聞いてみてください、見てください、うん、やってみてください、うん、があるのがいいなと思うから、うん、はい、何宇賀神さん、でもまだ聞いたことない方はぜひエアロスミス、あのエアロスミスといえば I don't wanna miss a thing だと思うんですね。あのアルマゲドンの、ね、アルマゲドンの曲、うん、ただそれだけではなくて、うん、クラインですとかウォークディスウェイは有名かな、あとドリームオンとかいろいろ有名な曲があるので、うん、それ聞いていただきたいです、うん、あのもうちょっと一文字一文字の間に時間もらってすいません、隠し立てましたね今。好きなものを語る時のさ、文字のやっぱ紡ぎ方するもんね。そうですね。それがやっぱね、聞いてる方々にこう伝わるのよ。宇賀神さんだってこうテレビとかで見てる人なんかクールにさ、スッとこう進行をさ横でサポートしてるみたいなイメージだから、多分今の感じで宇賀神さんを聞いててリスナーの人も、え、あ、こんな人なんだって言ってこう、うん、またもう一個新しく興味を持った人も出てくるんじゃない。え、山里さん私にどんなイメージでした。あたす、はい、あたすです。あたす、はい、いやでもすごい進行とかしっかりしてくれてて、なんか宇賀神さんが今回その衝撃映像でね、神映像でよく一緒になってるけど、はい、宇賀神さんがいるよっていうと、あ、じゃあ僕はなんかこう VTR を純粋に楽しんだりとか突っ込んだりとかパネラーの方々に話聞くのだけをやればいいんだって感じ。進行はもう全部線路を引いてくれるから、はい、このこう線路の上で何してても結局宇賀神さんっていうこう、はい、線路がある以上は何やっててもちゃんとゴールに向かえるんだなって安心感から、これ以上ない褒め言葉です。もうこの言葉を胸に今日帰ってもいいでしょうか。それは困りますねまだ10分経ってないんで。そうですよね。じゃあすいません、今のところはじゃあ2000円いただいていいですかはい、お支払いします。いや、山里さんの印象をお伝えしてもいいですか、はい、あら、何ですかそれは。最初にお会いした時、はい、背高って思ったんですね。意外とね。そうなんです。トンネルズのりさん現象ね。そうなんですよ。で、私165センチなので。おー、でもね、身長高いよね。ヒール履くと結構170超えるぐらいなんで。そうね。そんなに芸能人の方お会いした時に背高いって思うことないんですね、うん、で山里さんの他にもうお一方背高って思った方がいらっしゃいまして、うん、その方が、あ、俺分かるな。分かりますか、うん、加藤さんでしょ。俳優の竹内涼真さんです。一緒。山里さんと竹内涼真さんが私の中でツートップなんです。あ、まあ、涼真と涼太ってちょっと似てるのもあるしねそうですね、うん、加藤さんも確かに背高いんですけど、うん、いや、あれはでかいだけ、うん、でかいだけ俺と涼真は違うからね、やっぱ ね、 そうですね。なんかこう背の高さがすごくこうしっくりくるというか。そうですね、うん、キュンとさせる背の高さっていうのは俺と龍馬はあるかもしれない、うん、いや本当にだからびっくりしました。工事はダメ。工事はでかくてガサツなだけだからでかガサツだから。工事は否定できない、うん、否定はしてよ否定します否定します、うん、優しい方です。そうね、うん、レストランで一緒になってるでしょ。人生最高レストランでお世話になってますからね。はい、そうなのよ。最近スターウォーズを見るのが辛いって言ってましたよ。なんでスターウォーズ本当にお好きじゃないですか。大好きだよ。でシリーズたくさんあるじゃないですか、うん、スターウォーズって、うん、で加藤さんはその映画洋画で出ているシリーズ以外にもディズニーチャンネルに登録して、はい、ディズニーの方のスターウォーズのシリーズも見てるんです、はいはい、だからもう追うのに疲れてしまって感情移入しすぎて、うん、もうヘロヘロになって見たくないっておっしゃってました、うん、で俺その影響だと思うけど、加藤さんこの前会ったら、はい、山ちゃんつって、はいつって山ちゃん今度さあのスッキリにさマンダロリアンの格好して出てきてよって言われてなんでですかつって
俺のおばあちゃんがマンダロリアの格好して出てきたらすげえ嬉しいんだけどなって多分だからもう疲れてんだろうね今。そうですね、マンダロリアンってわかる、あなんかね、はい、なんていうんだろう、 西洋の甲冑みたいなね、うん、服着たい人がいいんだよね、はい、スターウォーズのキャラクターで、はい、あそうそっか、だからいや宇賀神さんの中で俺の印象が竹内涼真さんと一緒だったってことか、はい、まとめるとそういうことです、まあ、そうなるね、はい、まあでもなんていうんだろうな、うん、怒られる、そんなあるある言われてもね、いきなりそうですよね、リスナーの皆さんもご存知、ね、そうそうそう、なんか、うん、似てるなって雰囲気はあったからね、龍馬と龍馬で何がすごい横にスタッフさんいらっしゃいますけど、手をブンブン横に振ってらっしゃいますけど、うん、そうそう、それは言うよね、うん、竹内くんがかわいそうだって、ね、俺と比べちゃうっていうね、うん、いやでもツートップですから私は。あ、宇賀神さんなんかでも高身長といえばツートップなんだ、はいはい、ツートップです本当に、嘘偽りなく、そうなんだ、はい、わすごいいっぱい高身長の方いいのにね、スコッティ・ピッペンとかいろいろいる中で、はい、なんでその人たち一番すごい、いやもう大きいからね、スコッティ・ピッペンもブルースの、ね、ブルースの黄金期を支えたスコッティ・ピッペンも、あそう、あそういうじゃんもうイメージで、え、背高いだけ、いや、あとお優しいなっていう、そうだ言ったって言ったって、なんだろう、テレビで見る印象とまた違うんですよ、どうつってたの、ガラッと、ね、物腰柔らかくて、そうなんです、はい、もうなんか声を荒らげるとかはとんでもないっていう感じで、そうなんだよね、本当にお優しい印象、穏やかな方です、包み込むようなね、本当に、うん、本当に、本当やっぱ包み込んでる感じ出てる俺、うん、シルクみたいな感じ、はあ、シルクちょっと下島さん、僕でなんか作りましょうかパッケージを下島さんに作ってもらおう、そうですね、シルク素材で、はい、うん、俺の顔描いたやつ、うん、下島さんにやってもらおう、作っていただきましょう、あよかった、はい、あとさ、じゃあ宇賀神さんに俺聞きたいのがさ、本当これちょっと、はい、あのマジな話というか、宇賀神さんほらやっぱね、いろんな番組でこう、MC の方の横でサポートを務めてらっしゃるじゃない、はい、言っても先ほど言った人生最高レストランもそうだしね、はい、加藤さん、ねえ、そういうのもやってて、うん、このやっぱこうサポートする身ってさ、うん、結構 MC の人がいろいろなんかやってる間こう待ちの時間があったりとか、うん、する中でさ、はい、どういう風に MC の方が立ち振る舞うのが、うん、ああいうサポートとして、うん、こうアナウンサーの方がいらっしゃる時って嬉しいとかあったりするの、こういう扱いが嬉しかったなとか、はい、あこういう風に私にやらせてくれるんだとか、うん、なんかこうああいうこうメインの MC の横にいる時の一番嬉しい立ち振る舞い、うん、そして今まで横に立ってきまして、はい、この MC さんのここがすごい、うん、これを私今日聞こうっていう、はい、まあ、赤井さんに聞くことが一生ない話だからさそんなそんな、うん、あでもこれ山里さんとやらせていただく時、はい、衝撃感映像とかね、本当になんだろう、不安がないというか緊張することがないというか、あこれお互い肩の力抜き放題やってんだね、うん、そうなんです、あのパスをスッとさりげなく出してくださるところ、ああ、はい、そっか、そ気づくね、あそこね、はい、そうなんです、うん、ね、ああいやまあ明るい、はい、そのウィンターカップのね、能代高校の田臥がそうだったんですよ、うん、いつの間にかこんな兄弟にパス出してるみたいななぜ急にバスケに例えるかよくわかんないけどああそう。しでどうしてるの方がさいいとかある、はい、この MC さんみたいに、うん、私あなんか嬉しい今この感じで、うん、こうされることで私信頼されてるんだなみたいな感じる瞬間とか、うん、はい、いやだ俺加藤さんの横にいるじゃない、うん、そうですね、加藤さんって俺も間接的だけど天の声の友達だから、はい、間接的でいるんだけど、はい、あの人の MC 術って近くで見れば見るほど、うん、えげつないなこの人、本当にって思う時あるでしょ、思います、 どんな時も俺も何個かあるの、はい、加藤浩二 MC えげつないってこれ、はい、昼1時13分の会話じゃない気もするけどそうですね、でも加藤さんは聞き上手ですよね、聞き上手の代表格というか、うあの本当に知識がたくさんある方なのに知らないふりをして聞くっていうのが素晴らしいなと思って、 そこなかなかできないですよね、あれ知識量が多くないと、はい、知らないっていう言葉って、はい、本当に知らないだと実は広がらないっていうね、しんすけ師匠もよくおっしゃってたで、知らないからどこを知らないと、うん、このなんて言うんだろう、どこを知らないっていうとこの人の知識が一番綺麗な形で目の前に出てくるかって、うん、やっぱいろんなこと知ってる人にはできないっていう、うん、いや加藤さんそこあんだよね、本当に謙虚です、そして、うん、でも知らないふりしてんだね、そうなんです、で、その聞き上手っていうのがうまいっていうお話を、ね、うん、スタッフの皆さんからされると加藤さんはいや俺は大学出てないから知らないっていうのは当たり前なんだよって
その謙虚さが本当にあの人はでもすっごいガサツだからねはい、続いてですが、TBS ラジオ玉結び夏休み中の赤江珠緒さんに代わって、はい、今日は TBS アナウンサー宇賀神メグがお送りします。放送内容の紹介です。1時35分頃からはニュース玉結び、ひらがなの玉結にアルファベットの B です。ちょっと変わったニュースをお届けします。その通りです。午後2時からは特別企画です。私が好きな音楽ロックをもとに音楽と謎解きと脱出を合わせた企画だそうですなんで新しい脱出いる脱出いらない脱出もするっていうことですよね。何その宇賀神さんは何俺の前にいるのは閉じ込められてる状態なのいやそういうわけじゃないんですけど、多分脱出したら2人ともいなくなるんでしょうね。じゃあ誰が喋ってるさてどうなっていくのか、どうなるのか、はい、はい、だから聞いてる方々も一緒にこう楽しめる感じになってるのかな。そうですね、皆さんも一緒にどうなんだろう、わかんないや、解いてみてください。やってみよう、やってみましょう、うん、3時からはアメリカ在住の映画評論家町山智博さんが最新映画やカルチャーを紹介するラジオコラム、アメリカ流れ物、うん、今週は今週末公開する日本映画優子の天秤の紹介。町山さんが見事な映画とベタ褒め、今年ベストワンだそうです、まあ、日本映画をねご紹介することがあんまないんで、はい、その中でも紹介するって時点でだいぶ相当いいという、ね、ハードルが上がりますね。いやもう上がっても超えてくるのよ、なんかます、ね、すごい楽しみです、はい、そしてライブ、アニメ、鑑賞、漫画、ゲームなど好きなんですが、私映画も見ます。好きな作品はフォレストガンプです。あ、ガンプ好きなんだはい、有名すぎてもう恥ずかしいぐらいなんですが、いやいい名作だもん、はい、ねえ、じゃあ一期一会だ、好きな一期一会、そうです、母から言われてました、うん、一期一会だから人生はと、はい、それを胸に今も仕事しております。なるほどね、はい、あと直線距離はすごく個性的な走り方したりとかするでしょ、やっぱあれに憧れてるとね、はい、うん、早いからね、早いです、うん、へえ、俺でもね見たよ、そのあれでしょ、はい、こう宇賀神メグさんのメグっていうのは、はい、ある有名人の方から撮ってるんでしょ。あ、そうです、はい、メグライアンさんから撮ってます、ね、はい、いやちょっとなんか、え、なんか今なんでだろう、俺最近さ、はい、ここのブースの中で喋るさ人がさ、みんなさ合いの手のそうですがさ変なおじさんみたいな今のさ宇賀神さんも変なおじさんみたいなそうですそうですそうですって言ってました、私いやつい最近もう丸山桂里奈さんと喋ってる時ずっとそうですって言ってこの椅子のせいなのかな、なんですかね、なんかね椅子に座るとそうなっちゃうんですかね。まあまあ今まで夏休み前はいつも変なおばさんが座ってたからねそんなはい、そして玉結びではリスナーの皆さんからのメッセージを募集します、うん、テーマはオープニングで話した内容から決めました。山里さん、うん、今日のメッセージテーマお願いします。参りましょう、令和3年9月14日メッセージテーマこちら、私の中のツートップね、はい、だから宇賀神さんの中でこうもう会ってびっくり高身長ツートップが私と竹内の龍馬くんだったっていうことで、はい、お二人でした。うん、まあまあなんかそういう、まあね、似たような二人っていうのもいいですし、あとはこうなんかツートップって別に人に限らずでしょ。そうですね、例えば好きなお菓子のツートップでもいいと。確かに好きな飲み物のツートップでもいいですし、いいですしね、はい、うん、まあ、好きなものだったりとか、まあ、何でも、うん、このツートップにあったらうわってなるなとかでもいいです、はい、はあ、なるほどなるほど、はい、ぜひぜひご応募くださいませ。玉結び今日のメッセージテーマは私の中のツートップです。メールの場合は tama954@tbs.co.jp、 tama954@tbs.co.jp です。タマはアルファベットで TAMA です。ファックス番号は0355620954、 0355620954 です。お所とお名前、電話番号をお忘れなく。メッセージが紹介された方にはタマ結び特製ステッカーをプレゼントします。色は曜日ごとに5種類で、火曜日はブルーでメガネ柄です。素敵になっています。5色すべて集めるとお守り風のタマ守りと交換可能です。TBS ラジオ玉結び、今日は TBS アナウンサー私宇賀神メグと南海キャンディーズの山ちゃんこと山里亮太さんのコンビでお送りします。すみません、午後3時半までお付き合いください。よろしくどうぞ。 TBS ラジオ玉結び。 Here's the news you really didn't care for. BQ. And here's your cast. Freedom of the Press 954 News 玉結び。こんにちは、 JNN ニュースや朝ちゃんでニュースを読んだこともある TBS アナウンサーの宇賀神メグです。自分で言うもんじゃないよそうですよね、初めて言いました、はい、この時間はニュース玉結び、
世の中のニュースをビッグな視点でバランスよく取り上げるコーナーです。火曜日のコメンテーターはこちらの方です。どうも、南海キャンディーズ山里亮太でございます。よろしくお願いいたします。お願いされてます。山里さん。はい、私です。山里さん。はい、どうした。大変です。どうしたんです。私の愛する故郷埼玉県が発表した8月1日の推計人口が前の月と比べ2159人減った734万4412人となり、3ヶ月連続で減少してしまいました。どっか引っ越しちゃったりとかしてんのか。そうなんです、うん、埼玉市などは増加していますが、うん、県全体で見ますと自然増減、社会増減、これは転入や転出ですね、うん、そうですね、共に減少となっています。どうしましょう。あ、俺に問われてるの。そうです。どうしましょう。俺のことなんだと思ってんの。どうしましょう。もうじゃあねえ、越してもらうようにしたら。え、さ、言ったらいいじゃない。埼玉のここがいいよって宇賀神さんから発信してさ、今たまたま聞いて引っ越し考えた人が、はい、あ、じゃあ埼玉っていうところを、はい、ちょっとなんかアピールありましたら、埼玉、愛する埼玉なんでしょ。そうですね、はい、あの埼玉は都会の良さも田舎の良さも両方合わせ持っているんですよ、はいはい、でさつまいもとかネギとかお茶とか、はい、梨もそうなんですけど、はい、有名な特産品があるんですが、はい、埼玉県って県民の性質なのか謙虚なのであまり押し出さないんですね。そっか。なので知られていないことが多いんですが、うん、埼玉結構いいところいっぱいあります。だからそ、世の中の人たちが気づいてないけども、はい、めちゃくちゃ美味しいもんとかいい場所ってのが謙虚ゆえに、はい、埼玉県の方々で今独占できてる状態だと。そうなんです。そこに今から入ってきませんかってこと。はい、もっとたくさんの方に埼玉の魅力を知っていただきたい。同じこと千葉でも思ってます。よし、埼玉県の話だったんですけど、なんか千葉をねじ込んできましたね。今けた、完璧に今受けたわ、はい、ではニュース玉結び、こちらのニュースいきます。人でも動物でもない埼玉観光大使誕生。偏ってる。3ヶ月連続で人口が減少してしまった埼玉県では、観光や物産の魅力を PR するため埼玉バーチャル観光大使のオーディションを実施しています、うん、募集しているのは埼玉の観光動画の制作活動を行える VTuber。 7月に実施した一次選考では応募総数40名の中から5名の VTuber が選ばれ、21日から視聴者投票による二次選考を開始するそうです。今だね。まあ、そもそも VTuber とは主に 2D または 3D のアバターを使って活動している YouTuber のことですね、はいはい、キャラクターの姿で YouTube 上で動画を投稿したりですとかライブ配信したりしてる方たちのことですね、うん、はい、そして2016年12月に活動を開始した絆愛さんが YouTuber 活動を行う際に名乗り出した言葉でやがて総称として定着したそうなんです。絆愛さんから始まったんだ VTuber って。そうなんですね。そして2017年末に爆発的に流行し、現在 VTuber を名乗る方は1万人にも及ぶと言われています。そして埼玉バーチャル観光大使オーディションはそんな人気にあやかった企画といえます。あ、そう、はい、のだから分かりましたね。観光大使がもう VTuber になる時代ですか。でもね、本当にあの活動の幅も広がるだろうしね、いろんなとこでこう出てくるから、はい、へえ。現在選ばれている5名の VTuber が春日部つくしさん。あ、ちゃんとその埼玉にちなんでんのね、はい、花のいろはさん。あ、これ埼玉のね、これ埼の国の埼玉の埼が入ってる。埼の国の埼が入ってます。で、金目真宏さん。ここからよ。西園さん。もうご近所じゃん。エリーナ・ラフィールさん。もう埼玉かけらもないじゃない。え、何ですかね、エリーナ・ラフィール。あんのかな、そういう場所が。あるんですかね。ラフィール公園とかあんのかしら。西園さん。これどうなの。でも VTuber とかってのは、はい、宇賀神さんなんか経験は。いや、したことないです。なんかやってみたい。宇賀神さんなんかそ声の感じとはその、うん、なんていうの、アニメ漫画、うん、ね、映画音楽大好きなその知識、ゲームも好きじゃない、はい、なんか VTuber とかさ、はい、やったらいいじゃん。 TBS 黙って黙って黙ってください。黙ってって言いました。実は宇賀神さんでしたって後で分かるパターンのやつ。あ、でも名前は VTuber っぽいねってよく言われます。確かに漢字で宇賀神でカタカナでメグなので。確かに確かに。もう慣れるじゃん。ここに並んでても違和感ないです。全然わかんない。宇賀神メグ、エリーナ・ラフィールの後あたりにいいじゃない。宇賀神メグってなあ、もうこれもう募集終わっちゃってるから。ああ、そうだ、いいじゃん VTuber。 はい、宇賀神ってかっこいいよね。ほんと本当ですか。あの、うん、鬼滅の柱にでもおかしくないもんね。
ドドンって宇賀神メグ。確かに蛇柱とかで。蛇柱。ああ、かすみさんの位置ね。はい。ああ、いや、これでもすごいね。かっこいいよ。かっこいいですね。こちらの5名の VTuber が制作する埼玉県の観光物産の魅力が伝わる動画を視聴いただき、特設サイトやツイッターから投票することができます。じゃあもう皆さん結構投票権持ってると思う。そうです。皆さんぜひね、投票してみてください。で、観光大使1名決定し、11月中旬頃にどなたになったか発表されるそうです。もうじきだ。もうじきですね。ちょっとこれはぜひちょっとチェックです、誰になるか、ね、ぜひ。これ宇賀神さんの中で自分で、ね、埼玉、愛する埼玉のこの方じゃないかなみたいなって。あ、ダメか、これちょっと票に関わっちゃうか。あ、ね、そう、フェアじゃなくなっちゃうから選挙的にまずいですね。そう、一人のこと言うと、あ、さすが報道やってるから政党の偏りができちゃう、出ちゃうといけないからね。もう全員は、まあ、みんないい、やめときましょう、やめときましょう。はい、ニュース玉結び、今日はここまでになります。この後は宮崎瑠衣さんと皆川玲奈アナウンサーのドライバーズリクエスト。今週は全国のご当地アレンジカレー特集です。これじゃない、カレーだ。玉結び、 TBS ラジオ954、玉結び、玉結び、TBS ラジオ玉結び、 FM905 AM954 で放送中です。今週は赤江珠緒さんが夏休みのため、私 TBS アナウンサー宇賀神メグと山里亮太さんのコンビでお送りしています。どうもよろしくお願いいたします。お願いされてますこの時間はリスナーの皆さんから寄せられたメッセージを紹介していきます。はい。ラジオネームトムさん、46歳男性の方です。私の中のツートップの超人は筋肉マンとテリーマンです。以上です。以上です。はい。筋肉マンは宇賀神さん、筋肉マンはギリギリ分かるんですが、テリーマンがちょっと、あ、いや、そういうことか。存じ上げないですね。存じ上げない、はい、大親友よ、肩に星のある。そうなんです。そう、あの超人オリンピックでね、はい、自分の成果よりも先に子犬の命を救って、はい、ね、新幹線自分でバーンって投げてね、どれぐらい行くかってやつで、はあ、子犬救って記録止めたっておなじみの。へー、そっか、テリーマン知らない。まあまあ、これ個人差出るね。そうですね、うん、がツートップなんですね。アニメ漫画好きじゃない。はい。宇賀神さん、宇賀神さんのこの漫画のキャラクターとかのトップ2って言ったら誰なの。私はジョジョの奇妙な冒険2部のジョセフ・ジョースターとシーザーがツートップです、ね、もうあのシーンは涙なしでは見られないです。最後のシーンですけど。あ、そうなんだ、はい、あ、ネタバレじゃないで大丈夫。ネタバレじゃないです、大丈夫ですはあ、シーザー、はい、あ、2部ちょっと私ちゃんと覚えてないな。でも、あ、山里さんは。僕、僕5部、4部かな、4部、森尾町。あ、森尾町好きですか、うん、そうなんです。この話を聞いてて今皆さんお昼大丈夫ですかそうですよね、すみません。いや、いいんですよ、ツートップの派生ですから。そうですね、いいパスくれましたね。はい、こちらトムさん。はい、トムさん、ありがとうございます。テリーマンなのかなテリーマン、まあ、まあ、ロビンマスクもいるけどね。ロビンマスク、うん、知らない。時刻は2時になりました。 TBS ラジオ玉結び、ここからは日替わりのコーナーです。山里さん、お願いします。参りましょう。特別企画、スタジオ脱出ゲーム謎解き音楽バトル。よいしょ。わかんない、何をするかが全然わかんない。結構題名に情報量が多いですよね。そうなのよ、うん、リアル脱出ゲームと謎解き、うん、ゲーム系の企画なんだって。はい。わかんないで、宇賀神さんがロックが好きってことでしょ。はい。その音楽によって、だから、まあ、2人で協力して脱出するみたいなこと。そうですかね。うん、な、何、まあ大体こういうやつは挑戦状から始まるから、うん、あれ用意してるでしょ、挑戦状大体こういうやつ読んで。うしししん、赤江だ宇賀神くん、はい、ようこそ玉結びへ。ありがとうございます。山里くん、里です。夏休みのはずの赤井がここで出てくるとは思わなかったよね。驚いた、ね、驚いたでしょ。驚いてないだよ、それまで俺山里だよまずスタジオに隠された手紙を探してもらおう。
えスタジオ隠された手紙。そう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 。いや何見てないあれさ。そこそこよ。どこで探してないですまだ。左の棚の久米宏ラジオなんですけどの段に封筒があるはずだ。あちょっとウジさん。はい。その封筒の中のメッセージに隠されている曲名を当てられたら、君たちはスタジオから脱出できる。封筒取りました。本当にスタジオから出て行かれても困るけど、そういう体でやってくれ。手ね、そうです。山ちゃんは昔謎解きのトレをやってたからできるよね。見てましたトレ。できる子だよね。できる子なんですよ赤井さん。じゃああとよろしく。ファーラファ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 ラね。僕はさファラオってのねやってましたけど昔トレっていう、ね。ファラオ懐かしいです。あえ見てた？見てました。いくつぐらいの時？何年？中学生とか小学生だったと思います。トレ。そうそう、すごい前だからね。日、はい、テレさんでやってました。うん、そこからね、はい、声だけで仕事してました。ファラファラファラって赤井さん。そう、赤井さんが挑戦状でなんか、はい、今、棚から取ってきましたね。あ、書いてある、はい、TBS ラジオの封筒に赤井からの挑戦状って。はい、取ってきました。はい。で、そこに問題があるんでしょ？はい。うん。そう。で、これね、答えが、まずこれ今、あ、封筒がレベル分かれてんだ。うんうん、でレベル1から言いますか。じゃあそうですね、岡陣君、はい、答えがググッと分かった場合笛があるから、はい、その笛を1回笛をいただきました、うん、はい、もう本当に分かったわーって場合は2回笛でください。そう、はい、もう答えたくて仕方がないわーと思ったらもう3回、うん、なんだ君分かってる子だね。本当にいやらしい子だよ。何ですか。鳴らします。はい、さあ挑戦状俺読んでない。あ、これ今写真が3つありますな。はい、ほんほん、おかじさん説明を。これははい、林家ペーコさん、パーさん、あ、ペーコさん、ペーコさんはいない、ね、ごめんなさい、ペーさんとパーコさんね。間違えました、うん、ペーコさんとパーコさんって言おうとしちゃいました。まあ確かにね、はい、ペー氏もなんかね年を重ねてもうちょっとおばちゃんかおばちゃんか分かんないじゃん。いやいや失礼いたしました、林家ペーパーコさんですね。まあピンクですよ、はい、恐ろしい。でそれと運転している男性ですかね、車庫入れをしようとしてるのか、うん、ちょうど車庫に入れるか分かんないけどね、後ろを向きながらバックしてるところですね、うんうん、で一番下には5色のライターが横に並んでいます。あ、100円ライターみたいな感じだね、はい、簡易的な。これがレベル1、レベル1、うん、えでもさ、宇賀神さんがロックが好きってことだから、はい、ロックと絶対関わってくるわけでしょ。そうですよね、洋楽のロックですかね。そう、分かったらね、もうグッときたらもう笛を1回で、もうこれは完全に私分かった、もうどうにでもしたいという時はもう2回吹いてください。はい、うん、これはペーパー師匠と、いやちょっとあの、待ってください、間違えた、規定より多いのは良くないの。吹きすぎた、分かったから嬉しくて。どうぞどうぞ。山里さんお分かりですか。もうこんなん俺で曲を知らないからな。ではいきます。はい、ペーパーバックライター。それ知らないもん。ビートルズのペーパーバックライターですね。あ、そっか、ペーパーって読めばいいんですね、お二人のこと。そっか、まあ、まあね、ペーパー一緒だから、はい、でバックしてるからバックでライター。数関係ないんだ。数関係なかったです。聞いてもわかんない。謎が深いのよ。そうですか。ちょっと確かに知らない曲を絵で見てもわからないですよね、うん。ロックだもんね。出して乙女神道のお受験ロックンロールとか出てくるじゃんとか。出てきましたね。俺の知ってるロックはもうそれなのよ。乙女神道のお受験ロックンロール。ちょっとこれはどうかな。難易度関係ないよこれもう俺、うん。さあ2問目また写真が来ましたよ。はい。さあこれ。田植えをしてる方、うん、で下は亀が2匹並んでます。で、うん、一番下はなんだこれ、このちょっとジブリの世界観のような森だ ね、 そうですね、これ。うっそうと茂ったアマゾン。あー、そこら辺じゃない、うん、あ、え、宇賀神君早いね。なん、姫、宇賀神君もすぐじゃないか。わかりました、これは。え、ちょっと笑っちゃう、笑みが出る感じです。笑みが出る、はい、
田植えの写真でしょ。植える植えてますよね。亀が2匹の写真、はい、亀下はうっそうと茂った森じゃないんですよね。何上からになってんの。こんな謎と機械でよくあるね。分かった人間は急に出題者側に回る空気感。すいません、マウント取っちゃいましたね。取ったよね。うん、え、うん、あれかな、これも結構直球だね。直球です。あ、長里さん、うん、あれだ。タガメモリだ。タガメモリーだね。タガメモリー、松崎しげるさんの。タガメモリーなんて曲ありました。じゃあいいですか、私言っちゃって。じゃあ分かったら笛を吹く。はい、ね、うん、3回は指示してないから。俺はそっか。さあ岡慎くん、はい、ウェルカムトゥーザジャングルです。なんで、あの一番上、植えてます。田植えしてね。植える、うん、亀、噛む、亀は噛むです。噛む、ジャングル、一番下ジャングルです。これジャングルなの。ウェルカムトゥージャングルです。自分の中で憧れのギタリストみたいなのいるんですか。スラッシュです。スラッシュ、まさにガンズのギタリスト、スラッシュです。あ、スラッシュさん、はい、今流れてる。いいね、スラッシュって。本当にもうすごいもんね。もうほんと、引くなよって思うね。引くわ、いや、もう引くのかななんて思う時もあるんだけど、うん、そうですね、引くんだって、ね、そうですよね、うん、引くなって思いますよね。いや、俺もほんとスラッシュさんだな、俺も。いや、山里さんも、俺も基本的にはスラッシュ、基本的に、うん、メールアドレスも入れる時あるもんね。スラッシュ、うん、入れてる時ある、ほんとしょっちゅう。結構でも入れてる方多いかもしれない。本当はみんな一緒だね、うん、やることは、うん、もう脱出していい俺。まだ出してきたの。脱出しないでください。俺は知ってる曲が来ないんだ。そうですよね。あ、来た、クイズ3つ目来たよ。赤江さんがね、まだ届けてくれましたから、はい、ファックスで。さあ、今度写真の置き方としては、はい、まあ、3枚はあるけども、はい、上横1列で2枚あって下に1枚、はい、これはどういう写真ですか、はい、左上にある写真が大きな木が1本だけ写ってます。そうね、あのこの木なんの木のね、出てきそうな感じ、ね、気になる木みたいな感じです、うん、で右側に、右上にあるのが椅子ですね。椅子だね。グレーの座るところ、背もたれのある木でできた椅子ですね、うん、そうね。で下は何ですかね、たくさん人がいます。ライブ会場です。クラブじゃない、これはクラブだね。盛り上がってますね。パリピな感じだよ。パリピな感じ、うん、なんだ、あー、これはこれね、木と椅子とパリピなのかな。木ですね、うん、硬くて丈夫、カシの木出てきてる。英語で言うと何でしょうかね。何何、だすげえ、なんか急になんかヒントすっごい類推したけど、何よ。カシの木なんて、ここの写真から何も分かんないじゃん。カシの木らしいです。ヒントいただきました。あ、急に。そんなのぼんやり誰かからもらうってパターンあんの。カシの木、カシの木モックって昔やったな。カシの木モック、木、これ、じゃあ左上がカシの木なのかな。カシの木、カシの木、椅子、パリピ、パリピといえば瓶に入ったお酒をよく飲む。瓶に入ったお酒にライムを入れる。違う方から連想してってる。木が2つあって、ライムを瓶の中に入れる。違う方に行ってる。うーん、あれで 木で椅子を作る。スリー、地球破壊、温暖化ロック、温暖化ロック、スリーチェア、何ですかね。英語で言うとっていうヒントがありましたよ。英語で言うと、え、歌詞を英語で、これツリー、歌詞全然わかんない、これもう、え、本当にわからないです。歌詞を英語で、これはだから木でしょ。木は、木はウッドでしょ、はい、椅子はチェアでしょ。ウッド、チェア、チェア、でこれが クラブ、パーティー、オーディエンス、歌詞を、あ、もう一個ヒントです。歌詞を英語で言うとオークらしいです。あ、歌詞の木を、はい、歌詞の木、オーク、チェア、え、オ
オークチェア。こんな難しいことはなくて、まずこれが写真がカシノキだって分かんないじゃん。オークと難しいな。椅子とこれ、さらに最後の3枚目のさ、これがクラブではしゃい、若者たちがはしゃいでるところをどこを切り取ってどうするかでね、うん、そうですね。これパーティーなのかしら、クラブなのかしら。パーティーという捉え方もありますよね。パリピが言いそうな言葉、ハリピが言いそうな、ヤフーとかですか。ヤフーですよね。それは花輪さんじゃないね。まあヤホーだけど、ヤフーってあんまめっちゃ言わないでしょ。言わないですね。パリピが言いそうな言葉。ガチさんパリピじゃないの。私パリピじゃないですね。結構かけ離れてますね。そう、なんかそうだね、趣味の感じは。パリピがよく言いそうな言葉。なんだろう。ふー、飲み会でパリピが言いそうな言葉。見ろ人間がゴミのようだですよね。パリピ言いますかね、それ。見ろ、あとなんだろう、受けてみよう、これがラピュタのイカズチだ。なんだろうな、パリピが言いそうなこと。乾杯の時何系、パリピを、パリピがよく言いそうなこと。パリピを何系と呼ぶかっていうヒントが出てきましたよ。ウェイ、ウェイ系、ウェイ系ですか。何、ウェイ系っていうの、パリピを。なんかウェイウェイ、ウェイウェイ言ってるみたいの言いますよね。パリピは、でもどうやってつなぎ合わせるかは分かんないですね。そうね、一個ずつ言ってたよ。もう全部さ言って早めにパパパって連続で言ってたらそれになったりするんじゃないですか。ウォークチェアウェイ、ウォークチェアウェイ、うん、あ、チェアではないです。チェアではないらしいです。もうそうなってくるともう終わりですよ。椅子がチェアじゃないんだから。ウォーク椅子、ウォーク、ウォーク椅子ウェイ、ウォーク椅子ウェイ、ウォーク椅子ウェイ。2回までが。はいはい、わかりました。嘘だ、全然わかんない。俺、私が好きな曲でした。あ、そう。はい、ガチの好きな曲。はい、エアロスミスのウォークディスウェイです。いや、ウォークじゃないじゃない、マジで。ちょっとずるい、これ。例えばこれをもしウォークとしてんやったら、写真は木一本じゃダメよ、はい、うん、カシの木に読んで W のウォークでとかでウォークとかにしてくれないとさ。ああ。一本の歌詞よ。これはもう謎作った人はダメです。ダメ出しが。ダメですね。これちょっと。これは、心理ですよ、これは。これ難しかったです。これ乙女心頭かけてくれないと俺なと思う。あれ聞いたことあるこれ。あ、そうです。あの、バラエティ番組のエンディングとかでも、ね、わかりますね。確かに、あれ何を聞くんだっけ、何のバラエティでいつもこれ聞くんだっけ、最後サンマ御殿。サンマ御殿だ、そうさ。だから急にすげえ緊張感出てきた。緊張感、緊張します、これ聞くと。そう、踊るヒット賞もらえるかなみたいなね。あ、じゃあ、ね、これ好きなんですね。これ大好きです。はい、ここ弾いた、ここ弾いてました。これジョー・ペリーが弾いてるんですけど、エアロスミスのギタリストの、はい、これデデデゲのデデ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 って、へぇ、今日持ってきてくれたかったね、ギター。そのギターが故障中でして。あ、そうなの。パーツが欠けてしまってるんですね。そんなやり込んだ、倒してしまった時に。あ、シンプルにね。そうなんです、パーツが取れてしまいました。あら、まあ、はい、ちょっと、まあでも見事大正解で脱出ですよ、これ。はい、ありがとうございます。聞けなかったよね、曲もうっすらかかってるのでいいのかな。そうですね、うっすらかかってますね。大好きな曲ですけども、はい、はあ、なるほど、難しかった。ちょっとこれは難しかったな、ね、ちょっとね、赤井、ね、さん、いくらなんでもこれちょっと山里くんついてますよね。そうですね、うん、ちょっと洋楽好きの私に寄せていただいたって感じですね。ありがとうございます。いや、いい、本当に次回はもう、あの、先森の歌とかね、そういう先森の歌、うん、そうですね、そういう系統でね、やっていただいて、何、なんか赤井さん、何、どうした赤江さん。赤江だ、知ってるよ。玉尾からの挑戦状はどうだった。ね、最初の数秒でキャラ作るのやめて。夏休みの間、私がどこにいるかというと、うん、家でしょ。それはまだ言えないんだが、家でしょ、ね、とはいえ何らかのお土産も期待しといてくれ。どこも行けないじゃん。以上、赤江玉尾でした。え、監督、夏は終わったんでしょうか。監督、赤江君ね、終わったと君が決めた時に終わるわけだ。終わるかどうかなんてのはね、二人が盛り上がってたらそれはもうずっと永遠に続くわけだよ、赤井君ね。本当にもうダメだね。ああ、これ以上は見てらんない、聞いてらんないと思ったら、そこにある笛をプププッと吹いていただければね、これはね、帰ろう。
はい、岡井さんありがとうございました。帰ろう。TBS ラジオ玉結び FM905 AM954 で放送中です。今週は赤江珠緒さんが夏休みのため、私 TBS アナウンサー宇賀神メグと山里亮太さんのコンビでお送りしています。どうもお願いいたします。お願いいたします。この時間はリスナーの皆さんから寄せられたメッセージの紹介です。今日のメッセージテーマは私の中のツートップです。はい、メッセージご紹介します。兵庫県西宮市のラジオネーム物理教えてさん、16歳の男性の方です。ありがとうございます。赤井さんと同じく夏休み中なのでメールを送らせていただきます。ゆっくりしてね。僕が思う給食のツートップは楽しそう、麻婆豆腐きなこパンです。わかる。程よい辛さの麻婆豆腐はお米と相性抜群で、うん、定番のきなこパンは年に 2,3 回しか出現しないレア給食でした。確かに中学校を卒業した今でも無性に食べたくなります。ああ、わかります。きなこパンもうまいし麻婆豆腐もえ、宇賀神さんは給食ツートップ？私はココア揚げパンとわかめご飯です。ちょっと待って、すげえトリッキーな相手だなえ、お好きじゃないですか皆さん。いや、違う違う、ココア揚げパンで知らないよ。あ、ないですか？ないよ。そこで急にガー出してこられたからさ。いやきなこパンでいいじゃない。きなこ揚げパンもあったんです。きなこパンもあったんですけど、ココア揚げパン、ココアが全体にまぶしてある揚げパンも人気だった。どこ中だよ大なり中だよ出た、そんなのないね。ないですか？え、山里さんとこ。うちらも揚げパンよ。揚げパンね、そのそれシリーズで、はい、パンに加工が施されてるのって揚げパンしかないよ、うち。あ、そうですか。白い砂糖で。そう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 、まがまきな粉でね。そう、ここは揚げパン、おしゃれだね。え、山里さんの給食2トップは、ね、八宝菜とカレーだねそれもちょっと、カレーはわかります、カレーはわかるんですけど、八宝菜食い込みます？そこに。いや、宇賀神さんマジ、はい、やばいね八宝菜は何がいいって、はい、初手はおかずとしていただいてる時に、はい、2回目おかわりは中華丼作りに行けんだよ。あー、中華丼か。そうだよ。あ、それは美味しい、うん、で俺はあのうずらの卵食べれないから、はい、ちょっと寄せの給食員の人にちょっとうずらの卵食べられないのに八宝菜選ぶんですかえもういいじゃない別に、いいですよいいですよ、7方だっていいじゃない、そうです、自由です。俺のおかげで9方の人もいるわけだから、そしたらそうですよね、うずらの卵もらえる子がいますもんね。そうですよ、はい、俺苦手なのよあれ。そうです、気づかずに食べちゃって大事件起きちゃうから。あ、大事件、そんな苦手なの。苦手なんですね。でもカレーはやっぱり入ってくるんですね。カレーはでも給食のカレーよく入れなかったね、逆に。宇賀神さん確かになんかパッと浮かばなかったです。やばい、わかめご飯、わかめご飯俺わかめご飯はちょっとなんかそんなになんだおかずと合わないイメージがあったから、なんか白のが好きだったな。あんまりテンション上がらないですかね。まあいや、まあまあまあ、若めご飯に申し訳ないけどね、俺はだから、俺はやっぱ、カレーかけたいから基本的に。そうですよね、いや給食楽しいですね、お話するの。そう、給食楽しいんだよ。ここ揚げパンでまさかちょっとマウント取ってくるのもあるマウントじゃないです、ね、いや好きでしたね。そうそうなんですよ、本当に真っ黒で取り合いでしたよ、おかわりの男子と。私もおかわりしに行くんで、ココア揚げパン。あ、そう、負けられない戦いですこれは。ちょっと待って、ワールドカップ級なのそうです、侍ジャパンとかの。はい、じゃんけんですから。そうね、じゃんけんね、はい、そうそうそう、そうなんです。おかわり無駄に多くしてるって言って、すげえなんか一回クラスでちょっと問題になったことあるんだよ2杯目って言って、山里君4杯目ですっていう取りすぎちゃうんです、カレーが食べたった、美味しいから食べちゃうんですね。そう、では続いてのメッセージです、はい、神奈川県小田原市の29歳の男性の方、ラジオネームカモコーヒーさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。私の中の好きな月のツートップは8月と9月です。お、じゃあ今ちゃんか。今まさに、とにかく夏が好きなので、夏のエネルギーをたくさん浴びて徐々に秋の深みに変わっていく、この2ヶ月間が大好きです。ああ、なるほどね。ああ、そっか、じゃあ終わっちゃうね、楽しい時期もね。うん、そうですね。カモコーヒーさん、
え、好きなツートップの月？ツートップ、私も夏が好きなので7月8月が好きですね。へー、あ、もう真っ盛りだもん。一番暑い時期が好きです。秋への移り変わる移行とかそういうなんかこう趣になるとかじゃなくて、いいですガツンと来いと。そうです、9月になるとあのブタクサの花粉が飛び始めるので、私は7月8月が好きです。そうね、ブタクサの花粉やってない人は本当9月震えてるよね。本当に今からでしょ。 今危ういです。だから花が来てます。夏っぽいことなんか宇賀神さんやるんですか？いや、今年はなかなかできなかったんですけど、まあね、はい、例年だったらその、まあ、コロナの前とかで、コロナの前何でもできる時だったら何してたの？海行ったりプール行ったり花火大会行ったりとか、一通りやりたいことやります。へえ、はい、海とか、え、泳げんの？私は浮き輪に入ってプカプカ浮くだけなんですけど。楽しい楽しいですよ。え、プールは？プールはあの一応スイミング習ってたので。へ、平泳ぎですけど。別にあの英法は何でもいいんだけど、まあ、ただプールでずっと平泳ぎしてる人もまあいるかも。まあまあまあ、でも泳ぎますね。あ、そう、うん、山里さんは？いや、もうね、やっぱね、春とか秋とかになってくるよね。うん、4月10月ぐらい。あ、まあ、基本的に過ごしやすいですね。過ごしやすい。でその、うん、何そのジジイ扱いは。いやいや、ジジイ扱いしてない。確かに分かんない、こういう時になんかこう、うん、ね、中間のとこ行くあたりってなんかもう、うん、あ、ジジイなのかな。そんなことないです。だから花粉がそんなに気にならないってことですよね。あ、そっか、花粉症の人は、うん、はい、そう、春先とか秋ってもうその時点で消えるんだ。選択肢消えます、消えます。花粉症じゃないのよ。あ、羨ましい。だからかこんなお気楽なこと言えるの、はい、そうです。すいません、なんかちょっとマウント取っちゃって。いやいやいや、いいですね。ツートップは自分たちはツートップ喋れればいいですね、これは。ね、では続いてのメッセージです。はい、はい、ラジオネームダリオさん、茨城県の行方市の男性の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマで思いついたのは人弁と神妙、好きな部首のツートップです。よろしくお願いします。お願いされましたね。またコアなところに行きましたね。まあ、人弁、いや、人弁は部首界で結構メジャーじゃない？そう人弁、あ、まあでもそうですかね、うん、人弁、部首ね、好きな部首書いてみよう。何が好きだろう。あ、今いろいろ漢字書いてますね。漢字を字綺麗ね、宇賀神さん。汚いんですよ、私、ね、あ、今自分の名前書いてあるね、宇賀神って。宇賀神でも書く機会が多いんで、宇賀無理と示す辺は好きですかね。あ、自分の中にあるやつだ。名前の中にあるので。あ、俺武士ねえな。いや、そうですね、山里さん確かに武士が、武士あるか、絶対鍋豚があるね。だから、あ、鍋豚、そうですね、うん、そうだ、失ったな、名字に。なんだろうね、好きで。でもかっこいいな、やっぱさ、かっこいいな、小里編集。あー、確かに小里、うん、小里とだー、底辺かな、お世話になってんのやっぱり。底辺ですかね。底辺かな。小里とシメス行くか。小里と行くかってどこにかかんないけど、行きますか。はい、すいません、じゃあ私は小里とシメスで。はい、じゃあ私はウカンムリとシメスで行かせていただきます。シメス、本当ね、シメス、うん、シメスかぶりで、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんどんな武士が好きですか？では続いてのメッセージです。はい、栃木県足利市のラジオネームくにぷー様、80歳の男性の方です。 ありがとうございます。ありがとうございます。私の好きな山ツートップは富士山と槍ヶ岳です。富士山も槍ヶ岳もどちらも登ったことはありませんが、山の麓から写真を撮るときにとても写真映えする山なので大好きです、ということです。槍ヶ岳ね、槍ヶ岳連なってる感じっしょ、槍ヶ岳はね、ちょっととんがってる感じですね。そうそう、山の先端が、あー、かっこいいね。富士山はもう言わずと知れた。そうですね、あ、いいですね。山とか行ったりする、興味持ったりする、山とか。山あまり登ったことないんですよね。あ、そう。結構音楽聴いたり漫画読んだりね。インドアなタイプだから。インドア派なので。はそうなんです。山ね、山難しいですね。でももうほら地元の山とかさ、あ、確かに。でも秩父の長瀞とか、うん、秩父の山合いは結構小さい時からカブトムシ取りに行ったりしてました。へ、はい、そうなんだ。そうなんです。アナウンサーの人って基本虫取れなきゃダメだそんなことないです。うちのよくいる赤井さんも虫取ってたから。あ、なんかアリをずっと見てるみたいな。え、そんなことしたっけなんかニュースがネットに載ってたことありましたね。どんな平和な日だったんですか赤井さんがずっとアリ見てるってニュースになる日ってセミをパンツ入れんのよ赤井さん。なんでですか。え、
持って帰る持って帰るためにですか、うん、パンツの中にセミを入れて、まあまあこれはもうつい最近の話だよ。あ、つい最近の話、そっちの方がびっくりです、うん、子供の頃じゃない、子供の頃は虫かごちゃんと言ってたんだけど、はい、最近はもうもっぱらパンツに入れていくっていう、うん、もっぱら、うん、え、虫かごをもう入れずにそのまま入れたい、パンツに入れたいってみたい。なんかそれは赤井さんがよく言ってる。ちょっと赤井さんのイメージ変わりました。そう、うん、まんまだけどね。まんまだけどね、うん、おかしいですよね。やっぱり最近外を歩いていると金木犀の香りがね、ほう、香ってくるようになりましたし、おしゃれ DJ おしゃれ DJ おしゃれ DJ のチョイスじゃない、やはり季節感のあるものをチョイスしたいなって思って。あ、いや、やったらうちの松重ちゃんがね、人が人さんのじゃあの曲を送りでちょっと一言っていうのすごい嬉しそうした。あのとかそういうのに憧れてたからそういうのに憧れ、え、そうなんですか。そうなんですか。私も同期ですけど。あ、やっぱそこら辺なんか合うんだよ。街の香りから曲に行きたいタイプなの。街の香りから、うん、曲に。そうね、やっぱ元々半蔵も目指したから。あ、そうなんですね。夢叶ったね。そういうことね。そういうのね、選んでほしいね、曲はね。うん、よかったです。ぴったりで、やったから早く説明してみたいなこと言ってるから。そう、説明を結構求められた、求められた、そういうことだよ、はい、こういうラジオやりだったの、うん、そういうことだったんですね。マーシー君はね、ありがとう、うん、曲のね曲振り受けでありがとうじゃないありがとうってきましたさて引き続き皆さんからのメッセージ紹介していきましょう。ありがたいですよ、こっちこそありがとうございます、本当に。東京都練馬区、ラジオネームライ麦さん、53歳の女性の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。買って帰る惣菜のツートップ、はあ、シューマイと春巻きです。うわ、天才だ。子供の頃からの好物ですが、一人暮らしで手間と費用を考えると自分ではなかなか作れません。お店によって味もかなり違うし、お肉屋や中華の持ち帰りで見かけると必ず買ってしまいます。わー、わくくー、惣菜今そうね、はい、うん、シューマイと春巻き、うまいよな。春巻きは家に持ち帰ったらさ、はい、レンジでチンよりも多分、あ、オーブンよね、オーブントースターで焼いた方が、ね、やった方がカリッとするもんね。カリッとしますね。どうですか、持ち帰り惣菜ツートップ。でも確かに春巻きはかなり手間じゃないですか、うん、そうね、巻いて揚げるっていうのが、うん、なので春巻き入りますね。でもう一つ揚げ物の唐揚げ入ります。あ、まあ、いいね。家の味も美味しいんですけど、うん、お店のちょっとニンニクと醤油が効いた唐揚げの味大好きです。大量に作ったゆえのね、はい、しっかりとこう、そうなんです、いいね、染み込んだ味の、うん、持ち帰れるやつね、はい、いいな。じゃあ正人さんどうしますか。俺は、ね、俺はあのごぼうのサラダのね、マヨネーズとかであえてね、あれがね、あいつは米に乗っけた、べらぼうにないお米に乗っけるんですか。乗っけ超うまいんだよ。それとあとカレーまたカレーですか。カレー、また持ち帰れるカレーあるから絶対リスナーの皆さんもまたっておっしゃってますよ。もっとで惣菜持って帰れんだからそうカレー、え、何カレーですか。ちなみにグリーンカレー好き。あ、グリーンカレーか、うん、あ、でもそれは確かにお家であんまり作んないかもしれない、うん、そうだね、まあ、うん、うちでは結構作るんだけどね、うん、あ、そうですか。ちょっとマウント、カレーマウント取られましたそんなのあんの、カレーマウント。カレーマウント取られました。あ、では続いてのメッセージご紹介します、はい、茨城県石岡市、ラジオネームピカボーボーさん、45歳の男性の方です。ありがとうございます。私のお昼ご飯のツートップは牛丼とカレー。あ、この2つがあれば一生お昼何にする問題に困らないと思います。確かに。だけどラーメンとチャーハンもいいんだよな。あ、最高じゃない。うーん、いや、その日によるんだよ今の四天王たちにどのタイミングで戦い挑みたいか。うん、ちょっと今山里さんにカレーのお題を与えないでほしかったですね。いや、もうカレーはだからもう決まってますよ決まってるんですね。まあまあ一つはカレー。え、宇賀神さんはランチのツートップ。ラーメン好きです。ラーメンが好きな。ラーメンが好きです。はあ、ラーメンも種類あるじゃないですか。豚骨醤油が好きです。おー、はい、こってりあっさり、こってりあっさり、あ、まあ、家系とかも好きなんですけど、うん、まあでもお昼に食べるなら豚骨醤油ですかね。あ、がっつりできて、はい、何ラーメンですか。シンプルですか、それともなんかトッピングはつけちゃうとか。シンプル、チャーシューちょっと多めにトッピングしちゃったりして。あ、いいですね。ライスはなし、はい、ライスなしです。なるほど、はい、餃子たまにつけます。あ、いいじゃないですか、はい、じゃあランチはラーメンと、はい、ツートップですから、ラーメンとチャーハンでお願いします。あ、それもう1店舗で収まるよね
あ、でもごま団子もつけられたらいいな。味噌飯3つトップですから。あ、ダメか、ダメか。で、山里さんは。俺はね、でも確かにな、俺もラーメン、ラーメン、いや、俺はアジフライ定食。アジフライ、あ、そう、いいな、うん、と、カレー分かってました。カレーか、分かってました。肉には、はい、アジフライ好きなのよ。うん、アジフライ、あの、ちょっと贅沢にしちゃおう今日って時のアジフライとしては、はい、うん、あの、汐留で天の声の見終わったら、はい、築地市場の方に行きましてね、そこにね、美味しいアジフライを出してくれるお店があるんです。絶対、はい、場外のとこに、はい、おだやすさんだったかな、っていう定食屋さんがあるんだよ、はい、そこのアジフライがまあうまい。いやー、食べたい、はい、以上でございます。お腹空いてきた。では続いてのメッセージです。千葉県柏市、ラジオネーム石萌えさん、ありがとうございます。33歳の女性の方です。ありがとうございます。いつもどうも。私の中の天ぷらツートップはキスとアナゴです。ナスもカボチャもエビもイカも美味しいですが、キスとアナゴは無限に食べられると思います。いつかキスとアナゴ天だけが乗っている天丼が食べてみたいです。贅沢だ、いやー、贅沢、美味しそうですね。天ぷら、天ぷら、はい、ツートップ、天ぷらツートップっていっぱいありますね。まあ私無限にあるんだから無限にありますね。宇賀神さん、天ぷらツートップ、天ぷらは、私かぼちゃと、うわー、ししとうですかね。渋っシシトウ、はい、好きです。あの、シシトウのちょっと揚げてふにゃってなってる感じも好きです。確かにね、はい、うん、山里さんどうしましょう。イカナス、イカナス決意が固い、イカとナスですか。イカとナス美味しいよね、美味しいですね、あとは本当にあそこの天野さん、天野でね、はい、一時期やってたポテサラね。ポテサラ知らない？ありました？ポテサラ店、知らないです。何回ここで言ってもね、復活しないのもう自分のカリスマ性のに触れてんの今ってるんです。何回も、もう店屋さん、もしよかったら、はい、ポテサラ店の復活をつ、ポテサラ天ぷらにするとめちゃくちゃ美味しいですよね。あ、知ってんの？店屋のは食べたことないんですけど。え、どこ食べたの？あの、近所にあった和食屋さんで、うん、ポテサラのシソ包み揚げっていうのがメニューにあって、うんうん、天ぷらなんですけど、ポテサラをシソで包んでるんです。シソ邪魔かな？え、邪魔ですか？うん、ちょっと大葉のね、香りがふわっと鼻に。あの、トゥーマッチだね。トゥーマッチ、うん、いらないか。うん、ごめんなさい。あの、一瞬でも羨ましがらせようとしたとこ申し訳ない。俺も店員さんが復活するのに信じてるから。じゃあ信じましょう、一緒に。ずっと言ってんだよ。もう1ミクロも香りがしないから復活する。ぜひね、秋にメニュー、あ、そう、秋のメニューで店員さん、お願いします。 TBS ラジオ954のあまむす。TBS ラジオ玉結び FM905 AM954 で放送中です。今週は赤江珠緒さんが夏休みのため、私 TBS アナウンサー宇賀神めぐと山里亮太さんのコンビでお送りしています。お願いいたします。お願いいたします。今日のメッセージテーマは私の中のツートップです、うん、ではメッセージご紹介します。千葉県香取市、50代の男性の方です。ラジオネーム夢中戦艦トマトさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。やはり私のツートップは機動戦士ガンダムに登場する連邦軍初の量産型モビルスーツジムとシャア専用ズゴックですかね。もう山里さんならわかりますね。そう、あのジャブローでの GM とシャア専用ズゴックとの一戦です。やはり私のツートップはこの両機を外すわけにはいきませんわ。いや、思いは伝わってきますよ。はい、まあちょっとね、メールを読むなんか、なんか気持ち乗ってたもんね、なんかね。はい、いやでも読みつつ何のことかさっぱり分かってないですよね。まあ名シーンなんですよね、これは。そうなんですね、ジオラマとかでもね、よくね、再現されるでおなじみのそうですか、スポーツの中入るでしょ。へー、ズゴックってね、ズゴックいるんですよ。シャアは分かります。はい、赤い彗星ですよね。ああ、そう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 、はいはい、その声優さん、赤井さん、赤井さんじゃないですね、小池さんですね。小池さんですね。小池淳一さんね。失礼いたしました、コナンと混ざりました。そうね、そうそうそう。コナンはでもね、赤井があれなんでね、その、はい、そのシャアを受けてたからね。そうです、赤井さんというキャラクターをシャアの声優さんが演じてらっしゃって。そうそうそう、小池さんがやってらっしゃる、はい、そうなんです。
はあ、これも熱量が伝わってきましたよ。伝わりますね。いや、さすがガンダムとかね、はい、そういうのは見てないの？ガンダムロボット系。ガンダムは見てないです ね、 ね、はい、アニメはだからジョジョと、ジョジョ漫画アニメジョジョ、銀魂と、あとでも東京グールとか、ああ鬼滅もまあ見てましたけど、ね、はい、基本ね少年誌なんだ、ね、うん、少年誌が多いんです。お兄ちゃんとかいるわけでもなく一人っ子なんです。なんできっかけは、なんでですかね。でもジョジョは学校の友達に勧められて面白いよっていうので、アニメも多分4部がやってたあたりに勧められて、それで見始めたっていう感じですね。だから面白いジョジョの世界観って言って、まあ、1部から読み始めて、うん、で2部でどんばまりと、はい、はあ、はまりましたね。なんか同じね、なんかおた心が分かる感じだもんね。いや本当に熱い心が伝わってきました。あ、池田さんだ。池田さん、池田修一さんだ。あ、池田修一さんだ。そうだ、失礼いたしました。いや俺でね完全に間違ってたの。では続いてのメッセージです。ラジオネームがおはぎさん、うん、世田谷区の40歳の女性の方です。私の袋菓子2トップはブルボンと三幸製菓です。ちょっと待って、あ、でかくない？あ、結構一括りにされてますね。でかいね。ブルボンは甘いのもしょっぱいのも美味しい。三幸製菓のおせんべいは塩加減が最高です。どちらも本社が新潟なので、新潟は私にとってお菓子の聖地です。確かにね。お菓子2トップちょうだい。お菓子2トップは、うわぁ、亀田製菓、亀田製菓ですよね、うん、柿の種とかの、柿の種、はい、好きです。と、うん、明治ですかね。あー、でかいとこ言ってるじゃん。明治って相当幅広いけどね。チョコが好きなので、はい、明治選びました。玉結び、 TBS ラジオ玉結び、そろそろお別れのお時間です。皆様いかがでしたでしょうか、ね、はい、いかがでした。いや、あっという間ですね。もう終わっちゃうんですか。いや、もうそう言っていただけてね、本当あれもみんな思ってますよ。もうクイズまで用意していただいてすみません。よくわからない洋楽流れてしまったりして。いや、超メジャーな洋楽よ。違う違う、よくわからないクイズで名曲を流したんです。そうです、ね、よくわからない曲が流れてません。語弊があります、ね、そうです、めちゃくちゃ名曲です。名曲です、大好きなので。そうだよね、うん、そうそうそう。山里さん、ありがとうございました。こちらこそ、もう助かりました。赤井さんもゆっくり休めたと思います。はい、はい、そして明日水曜のパートナーは博多大吉さんです。夏休み中の赤江珠緒さんの代理は TBS アナウンサー、私の先輩、山本恵梨香さんです。あら、私の推しでもあります。推し、推しです。好きなんだ。大好きです。へー。そして2時からはあなたのモヤモヤを紹介する大吉ポスト、一旦預かります。3時からの面白い大人、明日は落語家春風亭一之輔さん担当、一之輔枕だけ話します、です。お聞きの TBS ラジオ、この後は荻上チキセッション。今日の特集メインセッションは、コロナ禍で注目が集まるもう一つの世界、メタバーズとは、です。引き続き TBS ラジオでお楽しみください。はい、ということでメールですか。はい、メッセージこちらでご紹介していいでしょうか、はい、ラジオネーム、ワクチン1回目打ってきましたさんです。26歳の男性の方です。痛くない、大丈夫、はい、私の好きな声のアナウンサー2トップは山本恵梨香さんと宇賀神メグさんです。ほら、今の2人じゃない。あー、嬉しい。今日は楽しくて仕方ないじゃない。ありがとうございます。お二人が出演されているラジオを聞くときはちょっといいイヤホンで聞いています。あら、今日は2時間半も宇賀神アナの声が聞けてとても幸せです。ブオーン、ありがとうございます。何ブオーンって。ダイナミックなターンでいつも挨拶の時ブオーンって言わせていただいてて、ありがとうございます。多分ダイナミックなターンをね、聞いてくださってるのかと思います。すごいな。写真がなんか、これ TBS ホームページ、これカレンダー、新しい10月発売のカレンダーの、はい、10月10日です。あら、10月担当させていただいております。ほら、10月が待ち遠しいですな。ありがとうございます。本当に楽しく過ごさせていただきました。こちらこそです、助かりました。 TBS ラジオ玉結び、お相手は TBS アナウンサー宇賀神メグと山里亮太でした。ありがとうございました。